はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日もひよこを作っていきたいと思います。かわいいです。鶏が目玉焼きを食べてますね。かわいそうですね。しょんぼりしてます。今日のひよこは座ることができますね。素晴らしいです。この前作ったひよこは立つことはできないんですけど、ここにコインを挟むことによって立つことができますね。素晴らしいです。じゃあ今日はこちら作っていこうと思います。ではこちらですね、260少しだけ膨らませました。そしたらループチーズですね。適当な長さでループチーズ通して、結び目を3回通すと安全ですね。そしたら小さいバブルを作って、でこっちよりも小さめのループチーズですね。で大きい小さい中くらいという感じで作りましたね。そしたらこの小さいバブルをこの中に入れます。こういう風になりますね。そしたらこちらお宝ですね。お宝を少し膨らませますね。260です。これは宝です。大切です。そしたらこことここを結びます。でもう一回結ぶので、はい、こちらくちばしですね。でくちばしをの方から中に通していきますね。通して、そしたらここと ここで、ここ空気抜いて、こうして、ね、ここで結びましょう。結び終わりましたね。そしたらこっちはカットです。これが首っていうか、これが出ちゃってるんで、これを戻します。こうしていい感じですね。なかなか形がいい。このくちばしがこう縦になるよりかは横の方がグッドですね。あとは可愛く皮をかけば完成ですね。可愛いですね。これも可愛いですね。これがモデルとなったネットの画像の原型ですね。可愛いです。これはここに花がついてます。これは自由ですね。さっき見せたこれありますよね。コイン入れると立つやつ。これをこうしてこんな感じでマジックもすることができますね。これは楽しみです。これは子供たち喜んでくれます。これはいいですね。ぜひ皆さんもマジックやってみてください。というわけで今日もひよこでした。かわいいです。皆さんもかわいいひよこ作ってみてください。さようなら。